皆さん、はじめまして、東北キリタンです。どうもゆっくりです。今回から、ゆっくりさんとマイクラマットパックと、スーコのモッドを入れて遊んでいきます。早速行きましょう。とりあえずワールド名を決めましょう。適当にニューゆっくりとキリタンにしました。なんでニューついているのかって？テイク2だからだよ、文句あるのかこの野郎。チートは、救済措置のため、オンにします難易度はエキスパートで、鬼畜難易度だよ、失踪しないのかって。ごまけえことはいいんだよ。それでは2倍速をしながら当たりの探索といきましょう。私たちが触れているのはティンカーズコンストラクトの鑑識精錬炉の設置までです。それ以降は完全初心者です。クエストをクリアしつつまったりやっていきます。グレップは言ってるから食料は序盤貴重品になりますよ。まあ動物のお肉でなんとかなるので、見つけ次第片っ端から借りましょう。え？グレップってお肉かまどじゃ焼けないんじゃ。まあそこんところはなんとかなるじょの意向。画面のキリタンはどっちに行こうか迷ってますね。まあ録画しているので、その時の自分は恥ずかしく思えます。ちょさすがにメタ発言は。大丈夫ですよ。編集時のジキさんは、私たちのセリフを考えるのに、必死で、メタ発言でも積極的に使っちゃいますので。やっぱりグレップの影響が出てますね。おのれ、グレックやはり。ティンカールズコンストラクトの鑑識製ネロをさっさと作らなければ。目の前に羊と豚が。みんなの食料特定一択ですよ。ですよねー。何か面白いシーンがあるまでカット。それでは、新天地を目指すためボートで移動します。操作があまりにも下手ですね。気にしたら負けです。意外と近場でしたね。それでは、仮拠点とブランチマイニング場を作り終えるまでカット。ダークオークの木材のハーフブロックを横に並べると、乾燥ラックの完成です。あ、これで肉を乾燥させるんだ。それでは、ブランチマイニングをしつつ、鑑識製ネロの材料集めが完成するまで、バッサリカット。それでは、ツール作成関連のものを作っていきます。改良作業台を作り、空白の木型を作り、部品作成台を作り、パターンチェストを作りましたが、この時の私は道具組み立て台を作り忘れていましたので、地上に先ほど作ったアイテムを設置して道具組み立て台を作りましたので、鑑識製ネロに必要なものを作ります。小精レンガを作業台みたいに並べると、小精レンガブロックを作り、小精レンガを左右に寄せると精ネロ廃液口の完成です。小精レンガをこんな風に並べると水栓の完成です。小精レンガをレギンスみたく並べると鋳造台の完成です。小精レンガをチェストみたく並べると溶解炉コントローラーの完成です。あとはタンクを作ったり鋳造鉢したり、鑑識精錬炉の広さが広くて小精錬がブロックが足りなくて材料を集めたり、鉄を溶かしてツール素材を作るまでカット。鉄のツルハシの完成です。それでは今回はこの辺で終わります。次回は魔法に触れていきます。それではご視聴ありがとうございました。